あと血色がなさすぎてね、ほっぺと口だけ塗った。こんばんは、こんばんは、こんばんは皆さん。うわー、こんばんは、お疲れ様です。あのですね、横道今すごく絶賛筋肉痛なんですけど、そう、あのクリスマスキャロル、あの12月6、7から13日まであるクリスマスキャロルっていうミュージカルがあるんですけど、それの今稽古が始まっていて、なんか最初はワークショップみたいな感じで体めきめき動かすみたいな。ですごいの、本当にすごいの、まあ、ストレッシーさいっぱいできるのはすごく気持ちいいです。気持ちいいし、やったやったとか、まあや伸ばす伸ばすると思うんだけど、筋トレね意味わかんないぐらいするのよあのね、まあ一番きついのって今足なんだけど、スクワット200回するの。200回だよ、200回。足1回でね、1日ってかその1回に200回もしたことない。私1日にね、まあ、一気にやったのは60回とか、多分高校の時かな、高校の時に筋トレでなんか足細くしたいと思って200回スクワットしたんだよ。やばくないびっくりしたのね、初めて。もう膝ってる、マジ筋肉痛半端なくて、いや、いきなりこんなやるんと思って、でやるじゃんと思うじゃん、200回うわってなって、足もうガクガクしちゃって、そしたら休憩挟まずに次かかと上げを100回。もうね、ふくらはぎも太ももね、痛い痛い。あのね、しかも今日でね2回目ってか2日目なんだよ、稽古がね。そう、クリスマスキャロルの稽古は2回目で2日目なんだけど、同じメニューやりました。痛いよ、痛い。あ、みんなもね全身筋肉痛って言ってた。今日もねスクワット200回にかかと上げ100回やってきました。楽しそうやな。痛い。あのね、本当にまだ50回とかだったらね、まあ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 なるやん。まあもう50回でも多いけど、200回ってなんなんと思って。すごくない？いやマジ、だって昨日だってめっちゃ筋肉痛だったのに、今日筋肉痛のまま行ってまたやるの。もうね、あの痛いしね。あ、痛い痛い痛い、本当にあの動かないの、全然動けない、本当に動けない。痛い、マジで痛い、マジで痛い。あの本当に普通に歩けないの、普通に歩けないし、階段も上り下りできないし、下りが一番辛い、下りが一番辛い。そう、本当痛い。でもなんだろう、なんか多分さ、こういうすごい基礎的なことをいっぱいやってるからさ、首もいっぱい動かしたりとかさ、何、いろんなねステップとかもいろいろ踏んだりとか、まあ、すっごい楽しいんだよ、ワークショップめっちゃ楽しいんだけど、めっちゃきついしね、筋肉痛すごい。今から視聴者と200回やる？絶対に嫌だよ、絶対に嫌だよ、絶対に嫌だよ、絶対に嫌だよ。痛い。あのね、マジでしゃがむのも一苦労だし、登るのも一苦労。あのね、うん、まあね、なんか私は負けず嫌いだから絶対にやるんだけどさ、手抜かずにね。だから発声なんかそれも1、2、0みたいなのを順番で言ってくんだけど、私負けず嫌いだし絶対に負けたくないと思って、誰よりも声出すのを意識してるし、絶対にうわならずに体型キープして、あの何、ペースもキープして絶対やってやるって思ったけどね、きつい。そう、本当にマジできつい。でもね、まあ、結構痛めつけるの久々だったから楽しいなっていうのはあります。そうそうそう、ね、昨日はもう疲れてきちゃってシャワー浴びて寝ちゃったから、
今日は早く帰ってこれたのでね、ゆっくりお風呂に浸かって柔軟剤入れて、でゆっくりちょっとマッサージとかしながらね、体をふわーって一回解放してあげようかなと思っております。 M ですね、 M ですやん、違う M とかじゃなくて、 M とかじゃなくて、褒めて、 M って言わないで、褒めてそうね、変なとこ真面目だからね、うん、 M って言うなってそう、やっぱ負けたくないっていうのもあるし、なんかね、やっぱやるんだったら中途半端じゃなくて一生懸命やりたいとか、身になるようにしたい、どうせならこうかってくれよって思って、そうね、しかも張り切っちゃうんだよね、自分ができるって思うからさ、そうできるって思ったらさ、全力でやろうとするやん、やっちゃうんよ、それが楽しいからね、いいんだけど、 M なのかな、やっぱり M なのかもしれないね、うん、多分私 M だね、自分で言っちゃったよ、もう、でも本当に、いやでも久々に体動かしてすごい楽しい、そう、なんか、あ、そうそう、でもね、一曲ね、曲ダンスだけついたよ、フリー、ぜひミュージカルなのでね、ダンスもあったりするので楽しみにしててください。役的にそこまで番手は上じゃないんだけど、そう、いろんな役で出てきたりとかするので、今回はね、結構自分というか無理せずできる役じゃないかなと思っています。やっと解放されたよ、ルルちゃん、もうそう、このお話をしたくてね、今日は配信させていただこうと思いました。そう、あの、本当に皆様、リサ子のガチ恋俳優沼、ありがとうございました、本当にありがとうございました、もう大変でした、あれはもう、もう私もういい、私もういいもういいありがとうございます。あの、私シノトルルって言ってね、匂わせ大好きな、あの、まあ、そのリサ子のガチ恋俳優沼っていう作品が、その、何、あるイケメン俳優の追っかけっていうか、まあファンをしてるとかオタクをしてる女の子の話で、そうそうそう、それでその主人公の女の子はあるイケメン俳優の男の子にガチ恋をしていますと、まあ、簡単に説明するとね、でそこの、実はそのイケメン俳優には彼女がいて、その彼女はめちゃくちゃ匂わせをするグラビアアイドル兼女優みたいな、自称女優の女の子でみたいな、その付き合ってる彼女役だったんです。はい、大変でした。あの、まあね、そうだから、まあ言ってみたら、ファンの方とかね、そうやってオタクしてるよって方からしたら、ガチ恋してるよって方からしたら、すごく敵なわけですよ、ルルちゃんって、うん、敵なんですよ、めっちゃ。だからそのね、好きなアイドルがいるとしましょう、その子にね、あの、まあ、女の子でも男の子でもいいんですけど、彼氏彼女がいましたって言ったら、え？ってなりやん、やだってなったりとか、ファンやめるって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、そう、そういうお話ですね。もしその好きな、あの、イケメン俳優だったり、可愛い女優さんだったり、アイドルだったりが、もし彼氏彼女を破格したらどうなんだみたいな、まあ、そういうお話みたいな感じだったんですけど、大変でしたね。なんか初めての、まあ、ちゃんと恋人役みたいなのをしたの初めてだったし、あと初めて悪役っていうか、うん、悪いっていうか、マジで嫌われ役になったのは初めてでしたね。初めてでした。
ジできつかったことがたくさんありすぎて、いや本当に今終わってよかったと思ってて、そうマジで本当にマジでいろんなことがあったんですけど、そうなんかまずね役に対してもいろいろ悩むこととかいっぱいあったんですけど、その何どっちから話そうかな、どっちから話した方がまとまるのかな、どっちから話してもまとまらない気がするから、お芝居のことに関しての役作りからお話ししていこうと思います。はい、そう篠戸ルルちゃんなんですけど、そう私もね最初原作とか読んで、私普通に可愛い子だなと思ってて、あ匂わせしちゃうのねってな、まあ、匂わせは良くないしだけど結構可愛い子だなと思ってて、まあ、それだけどそうやって、まあ、匂わせとかね私は別に悪気があるとかじゃなくて、そうなんか普通に楽しいからっていうか、それで匂わせちゃうっていう女の子で、だけどそういうストーカー被害とかそういうのにあってからうわーってなっておかしくなっちゃって部屋行ったりとかそういう風になっちゃうんですけど、だからなんていうかな、まあ確かにみんなからしてみたら嫌われ役だし、原作読んでもあーこの子やだなこういう人いるんだろうなみたいな思ったけど、なんていうのかな、私が作っていく中で私がルルちゃんとしてなるときにルルちゃんになるよって考えたときに、果たして元から悪い人なんていないだろうなっていうのは思ってて、すごく全人類ね絶対にそんな誰から見ても悪なんて人絶対一人もいないと思うの。うん、それで私のルルちゃんの生い立ちみたいなのを考えた時に、もしかしたらねそのあれなんだよ、作家さんとか演出のね岡本さんとかが思ってたのとはもしかしたら違うかもしれないけど、私の作ったルルちゃんはなんかそうね、でもちっちゃい頃からなんか可愛くなかったりとか、そうね、あんまり愛情を受けてこなかった女の子で、そう、それでだからこそなんか羨ましいというか、やっぱりそっちの学校とかでもね、まあ、テレビとかでも何でもいいんですけどキラキラした人がいるじゃないですか、絶対に眩しい人がいるわけですよ、いいなとか羨ましいなとか、なんで私はって思ったりするわけじゃないですか。で別に愛も与えられてこなくて、なんで私愛されないんだろう、なんでこんな可愛くないんだろうって思って、でもそれをそうやっていじめられたりとかしててすごい弱かったんだけど、そういう自分を変えたいっていう意志がすごい強い子だと思うのね、その分いろいろストレス抱えてきたから、絶対に負けないっていう気持ちが強くて、その自分の可愛くないとかそういう自分が本当に多分嫌いだったと思うのね、ルルちゃんって。だから毎日鏡見たりとか一生懸命可愛くなろうっていう研究をたくさんしてると思うの。うん、だからその現状を打破したいというか羨ましいとかなんかそういう思ってたけど、いや私がそういう存在になってやろうっていう多分強い気持ちがあったのかなと思って、それで多分可愛くなったりとか、まあそのチヤホヤされてる人が羨ましかったんだよね、ずっと。だからそういう人間になってやろうと思っていろいろ努力して、で本当に可愛くなろうと努力した結果、そうやって羨ましがられるというか、まあ、グラビアアイドルとか女優だったらそういうやっぱりモテたりとかねチヤホヤされたりとかするわけですよ。で嬉しいじゃないですか、やっぱりそうなって。だからそういう自分も好きになれたし自信も持てるようになったし、うん、でそれで
まあ、何そう匂わせをするようになったのは多分その羨ましいとか思ってたから、羨ましがられたいっていうか、なんていうの、周りの男がいるっていうのをちょっと優越感じゃないけどそういう風に考えるのかなって思ってて、羨ましがられたいとか嫉妬されたいとか憎まれたいじゃないけど、うん、多分嫉妬されたいとかそういうの多分あったんじゃないかなって思って、そう羨ましがられたいがために匂わせをする女の子になっちゃったって感じかなっていうのは思ってて、だから本当にもちろん今自信満々ですってわけじゃなくて、ロリちゃんも多分そうやっていっぱい一生懸命頑張ってきたから、いつだって多分家出る前とかは鏡の前で今日も私可愛いって言って出てきてると思うし、だから打ち上げにね、お疲れ様っすこんばんはって元気に言ったけど、その前にもちょっと緊張してたりして、でも大丈夫、私は大丈夫、可愛いからつって言い聞かせて行くみたいな、そういうのがあったんじゃないかなと思って、だからルルちゃんはただの嫌われ役にさせたくなかったのがすごいあって、やっぱり人間だし、その見てる人からしたらね、いろんな気持ちを持っていただけたら嬉しいなっていう気持ちがあって、やっぱりルルちゃんの主張も全部が悪いわけじゃなくて共感できる部分をあってほしくて、でも言い方によったりとかその人の言い方とかでポッて固定概念みたいなのつけちゃうと悪い女だけとか、そうするとただの嫌われ役になっちゃって言葉も多分入ってこないし、あいつやだあいつやだしか思わなくなるじゃないですか。だけどそのルルちゃんも普通の、いわば普通の女の子であって、まあ、何作品中でも言ってるように私も一応人なんだけどって言って、みんなと同じ人だし本当は弱い、まあ、強い女の子だけど弱い部分を隠して強がりに見せたりとか、強いよっていう風に見せてるっていうのがすごいあるんだろうなと思って、だからうん、ただの女の子ってか普通に一人の女の子なんだよっていう、どんだけキラキラしたい風に見えてるかもしれないけど、やっぱり最初からキラキラした人なんていないし、最初から悪い人はいないから、そういう人間味をすごい感じていただけたらなと思って、うん、だから結構まあその作品自体もすごい岡本さんが、演出の岡本さんが結構リアルに作ってらっしゃったので、だからキャラクターっていうよりも人間味のあった方がその作風ともマッチするんじゃないかっていうのもあったし、だから結構リアルに人間性を描いて人間味のあるというか普通にいそうだなっていう女の子を演じられたらなと思って、うん、でそれでやってましたね。やっぱり外では自信満々に見えたりとか、わこいつ強、こいつ悪いやつだって思われるかもしれないけど、だけど強く見せてる、可愛く見せてる、自信があるように見せてるとか、そういう結構強がりな部分が本当に強さだろうなと思って演じさせていただきました。そうだからやっぱり現状を打破したいとか、自分の幸せは自分で掴み取るんだっていうそういう強い意志がね、まあそれが最終的には空回りしちゃってね、本当に悪いことまでしちゃうんだけど、結局その自分で変わろう、自分からそうやって幸せをつかみに取りに行こうっていう気持ちは本当に強くて、マジでかっこいい女性だなと思って、やっぱりその可愛くなりたいって言って可愛くなろうってなかなか実行できたりとかね、そういうの実現できる人ってそう多くないと思うんですよ。だから多分すごい強い女の子なんだなと思って、私はすごいそういうところを感じてルルちゃんすごい好きになったし、尊敬するな、尊敬できるなって思って、
まあ、まずはねその演じる側が愛してあげないとそのね人物も出来上がらないし、まずはそっからだなと思って出てみました。まあ、だからね、だから、すごい強い女性を演じられてすごい嬉しかったし、まあ、メンタル的にもめちゃくちゃ鍛えられましたね。やっぱり本当にそうね、でマジでこのお話聞いた時、来た時っていうか、まあ、オーディションだったんですけど、オーディションでその受かりましたって言ってきて、ありがとうございます、シナトロール役でお願いしますって言われて、ありがとうございますって思って台本読んだんですけど、台本読んでさ、待て待てと、私お問い合わせしたんですよ、もう一回メールで、すいません、私本当にこのシノトルールで大丈夫ですかって言って、本当そのくらい不安だったし、えこれ私って思うような役だったし、だけどそれでも大丈夫ですって言われて、じゃあ頑張りますってなって、やっぱり稽古始まっても本当に千秋楽の最後の最後まで、まあ、ずっと不安で、本当に私でいいのかなって、なんかまあ演じてる時はね、もうそれルルちゃんになってるから全然あれなんですけど、自信持ってというか、まあルルちゃんとして生きてるんですけど、本当に私でいいのかなとか、ルルちゃん本当にこうやって生かしてていいのかな、すっごい悩んで、だけどそれをやっぱりそんなに開演してね、皆様が見てくださった後にツイートとかいろいろそのリサ子のガチ恋とかでね調べたりとかして、エゴサして、なんかでもそれを汲み取ってくれる方とかもちょこちょこいて、私はそのルルちゃんはねどう思ってほしいとかじゃなくて、もうルルちゃん可愛いって思ってもらいただけたらそれはすごく嬉しいし、だってルルちゃんは可愛くなりたい、可愛く見せようと思って努力してきた子だから、私の中でね、だからルルちゃん可愛かったでもすごく嬉しいし、ルルちゃん憎たらしかった、ずるようなだったでもすごく嬉しいし、やっぱりそうやって何羨ましがられるっていうか、まあ憎まれちょっと違うけど今だけど、そのファンのガチ恋のファンからしてみたら憎たらしい、そういうね嫌な女でもあるし、だから全然どっちに転がってもよくて、で本当に見る方によって立場が変わったりとかすると思うね、本当にリサ子側だったりとかタマちゃん側だったりとか、もしかしたらルル役って思う方もいらっしゃるかもしれないし、本当に人それぞれだし、その時とかその時の感情とかその時の視点によっても多分共感できる言葉、共感できる人とか全然違うと思ってて、なんかそれがすごく面白いというか、そういう作品だったんだろうなと思ってて、私の中ではだから何回か見て、今日はちょっとこっちの目線で見てみようかなとかできたりとかしたらすごい楽しいんじゃないかなと思って、もし DVD とかねどうなんだろう、あれけどもしあったりとかしたら、ぜひそういうのにもそういう逆違う視点とかでも見ていただけたら嬉しいなと思うし、そうだから結構今までの初演再演ではルルちゃんマジ嫌いだったけど、なんか今回はルルちゃんちょっと共感できたとかそういうのとか、まあやっぱり初演再演ってやってると比較対象が絶対にあるし、しかも今回 AB でも全然違ったから比較対象またあって、で何々の方がとか言われるのはすごい嫌だし、その前作の方にも失礼というか失礼ではないけど、まあどうなのかなって思って、でも岡本さんも岡本さんで新しいものを作ろうっていうこともね多分思っていらっしゃったと思うし、
で AB でも全然違うから、なんかこっちはこれでよかったしこっちはこれでよかったよとかそういうのだったらいいけど、なんか A の方がっていうのはうーんとは思ってて、だけどまあそのやっぱり私はその役はね絶対に嫌われちゃダメっていうか、まあ嫌われる役割のもいるけど全面的に嫌いにさせちゃダメって思ってて、やっぱりどこか愛されなきゃとか共感できる部分も一つはないと人間味がなくなっちゃうっていうか、すごいそれは思ってて、だから何共感できる部分をそう作りたくてというか、やっぱ私の今までの作品とかでも共感できる部分を役の中で何その見てくださってる方がね、あもしかしたらこういう考えもあるのとかそういうのとかあったらすごい面白いというか、この人嫌いだけどでもこれは言ってること分かるかもっていうのが面白いかなってすごい思ってて、やっぱり嫌いなところは嫌いだし好きなところは好きだし、でももしかしたらこれ許せるかもって思えるようなところとかあったりとかしたらすごいなんか面白いかなって思いましたね。待って待って愛し、え今一瞬見えたんだけど、ひやー、ちょっとたまちゃん役のめぐみさんが見てくださってコメントしてくださってる、ひやありがとうございます。恥ずかしいこんな語っちゃって嬉しい、あー嬉しい、本当にマジでめぐみさんは本当に優しくてマジで心の支えでした。本当になんかうわーってなってる時にこそっと繋いできてくださって、大丈夫とか本当にもう温かい存在がで、めちゃくちゃ面白いんですよ本当に。楽屋も楽しかった、本当に女子楽屋めちゃくちゃ楽しかった、すごいいろんな方に支えられましたね私多分。いや恥ずかしい、語れ語れだってなんか本当にいろんな方にいや私本当にすごいなんて呼んだらいいんですかね私本当になんて呼んだらいいんだろう、また今度また遊んだりとかご飯した時に呼び方決めさせてくださいそうまだ呼び方難民なんですけど、でも本当に皆さん優しくて優しい先輩ばっかりで、そう私結構ね悩んじゃってうわーってなったりとかするんですけど、そういう時にも本当に皆さん優しいしね、それを笑いに変えてくださったりとかして本当に助かりました。しかもマジで何そのお芝居的にもすごい悩んだりとか、やっぱりこの後話そうかなって思ってることもあるんですけど、その時のメンタルっていうか横道とルルちゃんの戦いじゃないけどすごいそういう葛藤があったりとかもして、結構大変だったんですけど、でもやっぱりその座組のね方々が支えてくださったりとかしたから本当に乗り越えられたし最後まで演じきれたし、そうすごくありがたいなってめちゃくちゃ思いましたね。本当に、いや本当にそうでしたね。ありがとうございます。本当に。本当に良かったです。いや優しい優しい、そ
そう、本当にまあ今回の役が初めての役柄も役柄だったのもあるし、すごいたくさん悩んだりとかもしたんですけれども、優しい、やん、ちょっともう優しい、あー嬉しいです。本当にでも無事本当に終わってよかった。そう、全然ね、何役を想定してオーディションを受けたとかも何もなくて、ただなんかっていうか、まあすごい内容的にもすごい面白かったし、ちょっと足踏み入れてみたいなと思って受けた感じだったんですけど、でいろいろ調べてみたらすごい話題にもなったって出て、すごい結構評判みたいなのもすごい結構熱く語ってる方とかもいらっしゃったから、じゃあ気になると思って足踏み入れてみようって思ったら、あ、受かっちゃったと思って、そしたらまさかのルル役、ね、びっくりしたんですけど、無事終わってよかったです。そうで、そのさっき言おうとしてたあのお芝居以外でもね、そう辛かったことがあって、なになに、あ嬉しい、あそうですね、なんか SNS でなんか結構裏垢とかでね悪口みたいなのをつぶやいてるのを成敗しに行くみたいなシーンがあったんですよ。でそれで一人一人にガーってそう、こんなことしてんじゃねえよみたいなのを言いに行くんですけど、すごく怖かったらしいです。やってやったぜ。そうなんです、そうそうそう、でそうお芝居の面でも、まあ、めちゃくちゃ言われたし、私やっぱり至らない点が多くて、もっと怒ってとか、もうお人よしやめてとか。まあ、確かにそこまで私がガツガツ人にね言うタイプじゃないから、それが出ちゃってるみたいながあって、そうそう、それでめちゃくちゃ言われてクソーと思って、悔しい思いもしたし、たくさんそういうのも思ったんですけど、そういう時でも皆様すごい助けてくださって、一緒に頑張ろうね、はい、またカフェでもご飯でもぜひ一緒に行ってください。ありがとうございます。そうでね、なんかそのやっぱり自分が葛藤してたのはお芝居のこと以外だと、やっぱりそのルルをやってる時にやっぱり私にもファンの方がいらっしゃって、ありがたいことにやっぱ応援してくださる方って本当に、うん、嬉しい、お邪魔しました、たくさんドゥーンして聞いてもらいな。本当に面白い、あのドゥーンをこうやってね仮面をかぶって、あの裏垢みたいな感じでねうわーって言うんですけど、それを聞いてもらいなって。本当面白い、最高です、本当にありがとうございました、嬉しい。なんかね、そうなのよ、その葛藤があったのが、やっぱり私にもすごい大好きファンの方々がいらっしゃって、でみんなにも絶対なんかいらっしゃるですね、応援してくださる方って、それがファンでなくても家族だったり友達だったりとか、もしくは恋人だったりとか、すごいそういう支えてくださる方って絶対いらっしゃると思うんですね。だけど私はそういう何その中のまあ彼のだけど、その彼氏のファンの方々を侮辱じゃないけど尊敬するではなかった役だったから、
軽蔑っていうかね、そうだからそれがすっごく辛くて、私自身が本当にこうやって見てくださってる方々とか、そういう応援してくださってる方々にすごい支えられて助けられてることが、おあ泣きそうか、がすごい多かったので、なんかそういう、なんかそういう役をして、なんか本当に辛くて、役の中であってもやっぱりルルちゃんはそうやって生きてるし、なんかそれが本当に辛くて、だからなんか私本当ルルちゃんできないって、ほぼ毎日泣いてましたね。まあ芝居とかもそうだけど、そのやっぱり応援してくださってる方々の顔とかも浮かんできちゃったりとかして、私これ見せていいのかなとか、これ私やっていいのかなって、すごい感じたし、でも見に来てほしい、まあすごい、だからそれがすごい戦ってました。新しい役だし、新しい横道も感じてほしいっていうのもあったけど、これを見て果たしてファンの方々が、私はね幸せだったりとか感動を届けたいっていうのがあったけど、これを見て果たしてファンの方々は幸せになったりとかするのかなと、なんかこれ見て辛くなっちゃったりとかしないかなっていうのをすごい思って、だからあんまり来て来てっていうのもあんまり言えなかったし、多分 SNS も多分すごいあのいつもより少なかったと思うんですけど、だからそれがめっちゃ辛かったですね。そういう横道じゃないけどルルだけど、あの、やっぱりファンの方って大切だなって改めて思ったし、すごい胸が痛くなりましたね。だから初日もすっごい怖くて、まあ優しい本当に、だから、まあ無事終わってよかったなと。やっぱりなんかこういう作風も初めてだったし、こういう役柄もね初めてだったから、すごいなんか辛いっていうか苦しい思いじゃないけど、それでまあだから本当に本当の横道はこもってないのにっていうのがすごい、で伝えようって思ってて、だからそういうの、そういういろいろ、そういうのもなんかお芝居のことに関しても役に関してもこういう今言ったようなことに関してもメモでバーって辛い時にいろいろ書いてたから、本当はこうじゃないのにとか、本当に幸せ届けられてるのかなとか、そういうのをふわーって書いてて、それがまとまらなくて結局だから喋って少しでも届いたらいいなと思って、
から結局まとまらなくて、ただ本当にありがとうございますと、皆さんが大好きで大切な存在なんですってことだけ、とにかくそれが一番伝えたいことだったから、それだけしか書けなかったんですけど、そう、本当に私は本当にこうやって見てくださってる方々とか、応援してくださってる方々とか、好きでいてくださる方々のおかげで今こういう、こういう何やりたいことでもあるし、皆様に届けたいこと、届けたいっていう思いをできてることがすごく嬉しいなと思うし、それを受け止めてくださる皆様がいるから私もそのために頑張れるんだなっていうのはすごい思ってます。大丈夫、今ね頭も回ってなくてね、日本語変化もそうね、ルーちゃんのセリフね、きつかったよ気持ち込めるの正直めっちゃきつかった、もちろんね共感する部分もあったし、悪口は絶対いけないしね本当に、まあ、でもこれを機会に本当にまた改めて、本当に改めてファンの方って大切だし大好きだし本当に大切な存在なんだなっていうのが、すごい感じられた作品ではありましたね。だからあの皆様、足マジでルールちゃんじゃないので横道は本当に皆様がすごく大切で、本当に皆様のおかげでこういうことができてるんだなと思うので、勘違いしないでください嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、本当に嬉しい。いや本当にきつくて、だけどその戦ってた時間は、まあ、こういう時になって無駄じゃなかっただなってすごい思うし、嬉しい、こうやってねそうやって横道はそうやって思ってないこと知ってるよとか、頑張ってるの知ってるよとか、ポジティブというか、やっぱり役と切り離して見てくださってる方とか、まあここは似てるよねとか、でもここは違うよねって言ってくださる方々とか、そういう、理解のある、まあ、言葉が難しいけど、やっぱりそういう温かい素敵なファンの方々がいっぱいいらっしゃって、私は本当に幸せです、ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます。あーすっきりした、本当言いたかった、本当に言いたかった、もう言いたかった、まとまらなくてさ私、まあ、ツイッターの方じゃ間に合う、もう絶対に無理だと思ったけど、メモにバーって書いててもメモ切り取ってもこれ足りないや、まとまんないから、いやこれ言葉で伝えるしかできないと思って、やっと皆様にお伝えすることができました、ありがとうございます、嬉しいです、幸せです。はい、もう明日から頑張れます、明日からも頑張れます、筋肉痛すごいけどなんかねいける気がしてきたね、すっきりした、多分筋肉痛も和らいでるんじゃないかなと思って、そんなことはないけどいやでもねやっぱりクリスマスキャロルはねパーンって感じでできるので、皆様楽しみにしていてください本当に嬉しい、本当に優しい皆様、本当にありがとうございます、マジで感謝してます、嬉しいな、頑張れちゃうよって
そう、席がねめちゃくちゃ高いんよ、まあ、フルコースでね多分すごい贅沢なんだろうけどね、ディナーつくと5万とかするからね席。一番高いのはいくらだっけ、15万とかしなかった、そんなしなかった、7だっけ、わかんないけど、なんかでも本当にうん、食事なしなら、まあ、数っていうか席数は何、席数は多分限られちゃうけど7000円でね食事なしでも見られるの、そのくらいだったら、まあ、まあちょっと高いかもしれないけど、まあまあまあって感じかな。だけど、うん、作品も楽しんでいただき、ディナーも楽しんでいただける方はディナーも楽しんでいただきって感じですね。うん、ありがとうございます。もう本当に、いや本当にありがとうございます。本当に皆様も無理せずにですね、嬉しいです、本当にありがとうございます。いや高いよね、私もねコマはきちいと思ってありがとうございます。本当にもう見ていただけるだけでも嬉しいです、ありがとうございます。クリスマスキャロルも楽しんでいただけるように一生懸命稽古してまいりますので、ぜひお楽しみにしててください。はい、もしかするとね、もしかするとかも、うん、1月の予定もそろそろ発表なのかな、あれ1月も発表しなかったっけ、私今口頭で言いますね、そう1月何日や、もう 何日か全然あれなんですけど、そうネバーエバーネバーっていうアットエモーションさんっていう団体さんがいらっしゃるんですけど、そうなんか初めましての団体さんで、角野翔さんはまもちでご一緒させていただいたんですけど、それからお声掛けいただいて、でそう嬉しいことにね、今まで何人か一緒にやってくださった、一緒に共演した方も何人かいらっしゃってね、とっても嬉しいです。そちらもね控えてますので、番手はそんな高くないけど、場所もまだね台本とかもまだあれだから分かんないけど、でもね某作品をちょっと元にして作ってはいると思うので、でもそういうアレンジが結構多い気がする、アトエモーションさんって。私も桃語って作品を見に行ったんですけど、うんうん、それもそういう感じで、どんな役ですか、秘密でーすまた情報が来てからかなと思います。そうなんですよ、また陸王会ホールに行けるので楽しみにしていてください、嬉しいです。あとね3月4月も決まっているので、また情報解禁できるよってなったらお知らせします。はい、楽しみだな、いろいろと嬉しいです。やっぱりこうやって呼んでいただけるのもやっぱり皆様のおかげでもありますし、本当にやっぱりお客様がいてこそですかね、舞台は余計に、本当にありがとうございます。そうなのでぜひね、時間があったりとか、舞台初めてだから行きにくいって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、多分だけどアイドル現場より行きやすいんじゃない、最初多分ね、うん、なのでぜひお気軽にというか、本当に座って感激するだけで全然本当に何かするでもないので、うん、そうなんですよ、一人でも行きやすいですしね、舞台は多分行きやすいんじゃないかなと思います。なのでもし気が向いたりとかちょっと気になるなって時はぜひ見に来ていただけたらなと思います。そう、横道もね今
役者としていろいろ学び続けているところではありますが、頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございます。そうなんですよね。そうなのよ、舞台はやっぱり生ものなのよ。やっぱり映像とかでも見えるっちゃ見えるけど、やっぱり、ね、舞台で見ないともったないっていうか、舞台だと思うんですよね。そうなんだよね。全力でね頑張っていきたいと思いますので。そうね、ダンスありもいいよね。今回ねクリスマスキャロルはダンスもあり、私歌はマジちょこっとなんだけどさ、今回ミュージカルね、ちょっと次もしまたクリスマスキャロルのオーディションがあったら、もっと歌える場所を目指してとか、まあいろんなミュージカルとかでもね、今日に頑張りたいと思います、うん、ぜひ楽しみにしててくださいな。嬉しいです、本当にありがとうございます。もう私はね満足です。いろいろ喋りたかったことが喋れて、もうすっきりしました。ありがとうございます。本当に、とにかく私が今一番言いたいのは、皆様本当にありがとうございます。すごく大切で大好きな存在です。本当にいつもありがとうございますということです。はい、ありがとうございます。では12月も全力で頑張っていきたいと思いますので、そう、ホリエモンさんが主演のクリスマスキャロルですね、ミュージカルになってます。ぜひお楽しみに。これからも横道はいっぱい頑張っていきたいと思いますので、ね、少しでも応援してくださったりとか見に来てくださったら嬉しいなと思います、はい、ではランキング発表してそろそろお風呂に入ろうかなと思います。久々にね浸かろうと思っております。では発表していきます。13位、福野さんありがとうございます。12位、わびすけさんありがとうございます。11位、ミギタピポあのアイスクリームとブロッコリーてててさんありがとうございます。10位、松本坊さんありがとうございます。9位、ロゴポコさんありがとうございます。8位、かよさんありがとうございます。7位、平塚さんありがとうございます。6位、マジカナバナナさんありがとうございます。5位、大粒ちゃんありがとうございます。4位、宮崎のおじちゃんアットマークカレーさんありがとうございます。3位、イージさんありがとうございます。2位、ジュビランのゆりみちょうしさんありがとうございます。1位、スカワさんありがとうございます。本当にありがとうございます。とってもとっても楽しかったです。嬉しいです、ありがとうございます。そうね、22歳の横道、あ、そうなのか、そかそか、ありがとうございます。そうね、配信は13日まで見れるそうなので、もう気が利く、ありがとうございます。なのでぜひ配信にはなっちゃうんですけど、見れる方は見てみてくださいませ。本当にありがとうございました。ちゃんとねルルちゃんが成仏された気がします。ありがとうございます、本当にありがとうございました。ではまた、またね時間があったりとかしたら、ね、またちょこっとでもゲリラでもすると思うので、ぜひまた会いましょう。お休みになって今から行ってらっしゃい、頑張ってね。ありがとうございます、本当にお忙しい中、お疲れの中ありがとうございます。ではまたね、皆さん体にはお気をつけてね。本当にありがとうございました。